皆様こんばんは、3月18日午後10時11分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最重要ニュースやあとはチャート分析を通しまして、皆様の資産をですね、10倍100倍にするようなお手伝いをさせていただこうと思いますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、まずですね、今日はチャート分析を、ちょっと今日は通貨多いですよ、ちょっと行いまして、結構ね要注目通貨がボン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 出てきておりますので、ちょっとチャート分析多いです。そしてまたまた出ました重要ニュースでございます。こちらがですね、3つ、ございます。かなり大きいです。はい、ですから楽しみにしておいてください。最後までですね、ご覧になって、くださいますようお願い申し上げます。で、ちょっと初めにですね、ちょっと皆様にもしかしたら謝らないといけないことがあるかなと思いまして、私ですね、この YouTube で動画をアップロードした後にですね、ちょっとまあ、Twitter の方にも同じ動画を上げてるんですけど、その時に確認したらですね、何かこうタイトルとかああいうものが、あと説明文とかですね、とかあと公開にしてたんですけども、それが全部非公開になっちゃって、なんかちょっとバグみたいなことが起こっておりまして、そちらですね、もしね、ご視聴されてる方がいて途中で止まったりねしてる方がもしいらっしゃるかもしれないので、そこは本当に誠に申し訳ございません。ちょっとね、原因がちょっと私もわからないので、多分ちょっとこう YouTube と私が使っているYouTube スタジオっていうのがあるんですけども、そことの兼ね合いがちょっとね悪い形がしておって、まあ、公開にしてるけどいきなり非公開になってしまうみたいな形にはなっているのかなと。まあ一応ね、原因は追及しますので、ちょっと最新の注意を払って、そこら辺私もチェックしていきたいと思いますので、もしね、ご視聴されてる方で途中で止まったりした方がいらっしゃったらですね、誠に本当に申し訳ございませんでした。はい、申し訳ございません。まずですね、チャート分析の方行ってみたいと思います。はい、まずですね、ビットコインなんですけれども、いいですか皆さん、今日はですね、またこれ面白いニュースありますから、はい、とにかく日本のニュースよりも、間違いません、また噛んでしまいました、日本のニュースよりもビットマン TV の方が早いじゃねえかと、こっちの方が最新ニュースじゃねえかと思われるような私チャンネルを目指しております。はい。で、まずビットコインね、チャート分析いきますね。申し訳ございません。話がしつこくてですね。まずビットコインなんですけれども、現在の価格がですね、ちょうど5万8000ドルですね。日本円で言うと634万円ぐらいですか？すいません。なんかもう、先走りすぎて、ベロが、回らなくなってきております。申し訳ございません。日本円で634万円付近を推移しております。で、朝ですね、夜中から、朝方にかけてですか、重要なね、5万8000ドルというラインを、上抜けしたんですけれども、一旦ですね、今日午前中に申し上げました通り、青ラインを割っても、ちょっとね、5万6500ドル付近、私が追加しております、こちらの黒いラインですよね。ここを、明確に割れるまで、一応ですね、この上昇チャンネルの、ちょっと、初めて聞いた方がいらっしゃるかもしれませんので、申し訳ございませんね。申し訳ございません。300人超えて調子を取ります。すいません。うざかったら、いつも通りバットボタンでお願いいたします。はい。申し訳ございませんね。下落してきた後の上昇チャンネルの、いわゆるサポートラインですよね。ここを明確に割れる、もしくは5万1500ドルですよ。ちょっと幅が大きすぎますかね。基本的にはこの黒いラインを、明確に割れたら、もしね、ロング入ってらっしゃる方であれば、損切りというか、嫌なね、話なんですけれども、損切りをしていただくのがいいのかなと。で、一応このね、5万6500ドル付近っていうのが、基本的には、レジスタンス、そしてサポート、またレジスタンスですね。ですから、レジサポ転換を基本的には起こしている状態になっておりますので、一応下限値としたら5万6500ドル付近。ワンチャンですね、FX でロング入られてらっしゃらない方であれば、ここにね、到達した時にちょうどね、4時間足レベルでちょっと大きくしますね。4時間足レベルで、短期の、こちらの青い、線が短期の移動平均線です。ちょっと見にくいんですけど、黄色い線がですね、中期の移動平均線になっております。今ちょうどね、ゴールデンクロスを起こしかけているんですけれども、ここら辺付近が基本的に5万6500ドル付近が、基本的には、一旦のサポートとして機能してくるのかなと思いますので、ここに下タッチした時に、ロングで、2バウンドぐらい、2、3バウンドぐらいしてからね、そこを確認できたら、ロングで入っていただくのが、上を目指すいい、仕込み場になるのかなというふうな形がしております。はい。で、ロース歌詞を見ていただいても分かるように、今ね、16時間ぐらいずっとこれ、陰線がバーっと続いてるんですけれども、ちょっとコマーシ的な形で、もしかしたらここからまた強い上昇がぐっとね、始まってくる可能性が ございますので、ビットコインに関しては、今ね、一旦の、抵抗体でありました、5万8000ドル付近に差し掛かっておりますので、ここからもし反発するのであれば、6万ドル、もしくは6万2000ドル付近ですか、こちらの黒いラインですね。ここを目指していくような形になるのかな、というふうな、様相はしております。一旦はですね、ビットコインはちょっとね、様子見でいいのかな、というふうな形がしております。はい。もしね、ここら辺で私が引いて、申し訳ございませんね。調子乗りまして申し訳ございません。私が引いておりました。はい。紙ラインでございますね。こちらの方でロング入れた方であれば、まだもうちょっと
握っててもいいのかなと。はい。$56,500を、まあ割れて、まあとにかくまだあまりね、傷は大きくありませんので、ここも割れて、もし$51,500割れしたら、まあ損切りでいいのかなと。基本的には持ちこたえて、もう一回上をね、試しに行くような形が見受けられる可能性が高いと思いますので、一応まあまあリスク管理としてはそういう形です。損切りのラインはまあ$51,500ですね、最悪。はい。ですけど、まあ、ここで押し目を作って上に上がっていくっていう基調の方が今の上昇相場の流れ的に言うと大きいのかなと思いますので、ちょっとね、短期での押し目買いチャンスが、来ておりますよということでございます。とにかくここのラインはですね結構硬いのでですね、このあの一番3段目の黒いラインでございます。差し掛かった時にロング入れていただければ、まあある程度上昇が見込めるのかなというふうな形がしております。はい。そしてあともう一個、主要、まあビットコインですね、メインは夜中に動く可能性が大きいです。はい。日本時間に売られて昼過ぎから夕方ぐらいに売られて、アメリカ時間の、まあ、日本でいうとこの夜中ですよね、に上にバリーンとね吹き上げることが最近の、チャート形状的には多いのでですね、ですから夜中の、まあなかなかね起きてることが難しいとは思いますけれども、ちょっとねこう朝起きてすぐこうチャートを確認するなり、そういうこうチェックはやはりしていった方がいいかなと思います。私もですねパリッと起きるじゃないですか。はい。もう速攻携帯開いてチャート分析でを行っております。で、コーヒーを飲みながら、今日はどうなるのかなというね、まあ作戦を立てまして、まあ皆様にいろいろなね情報を入手して配信を行うという形ですので、皆様も、まあ、起きた後はすぐですね、まあ、なるべく見たくはないと思うんですけれども、ちょっとこうパッとね軽めにチェックしてみるっていうのをやはりお勧めしております。とにかくいいですか、皆様も今この仮想通貨業界に入っているあの相場師ですから、初心者であるとかベテランであるとか関係ないんですよ。もう相場師なんですよ。相場に入った以上、大口様のにね駆られたりとか、要するに大口様の手のひらの上で転がされるってことは、これ絶対起こしちゃいけないことですので、やっぱりチャートを見る回数がやっぱりそれがね上手いトレードにつながる、まあ、なんていうんですかね、まあ、根拠になるというか、勘を養う上で、やっぱりもう、やっぱり見続けるっていう癖をね、ある程度こう、つけておいた方がいいかなっていうふうな形はしております。やっぱり、そうすればね、徐々に負けづらくなってきますので、はい、負けることが悪ではなくてですね、はい、いいですか？負けは小さく、とにかく、で、利幅を大きく取っていこう。これで雪だるまをどんどん大きくしていこうということでございます。はい、次行きますね。申し訳ございません。また話がですね、だら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 と長くなってしまいました。職業病ですかね。私の職業ね、まあ、いつか公開したいと思うんですけれども、ヒントは、まあ、喋る仕事でございます。はい、次行きまーす。次ですね。イーサリアムなんですけれども、まあ、これもね、朝方申し上げました通り、とにかく長いっていうことですね。はい。文字みたいな、もう文字文字くんでございます。まあ、IOCT とね、ちょっと似てるんですけれども、でも一個だけ、ちょっといい兆候があります。何か。こちらです。今4時間足レベルで、長期の移動平均線ですよ。これ見てください。これ、100日移動平均線が、重要なライン1730度に被りそうなんですよね。ですから、もしかしたら、もうちょっとこれがね、上にぐーっと上がってくれば、1730ドルのサポートをもうちょっと引き上げることができるかもしれませんので、ちょっとね、イーサリアムも、まあ今まあ頑張ってくれと。ただ、ちょっと今こう、見ていただいたらわかります？何が言いたいのか。ちょっと危ないサインが出かかってるっていうのわかりますかね？上がってきてるんですけど、何か。三尊形成ですよね、これ。もう、しそうな形はしておりますよ。ですから、1730割れたら結構ガリーンといく可能性があります。1600ドル前半ぐらい、1500ドル半ばぐらいですか？までバリッと落ちる可能性がありますので、そこだけは注意しましょう。はい、いいですか？そこだけは注意です。ですから、とにかく、1730ドルで、ロング、FX であればロング仕込んでいただいてもいいですけど、割れたら速攻で損切りお願いします。はい。とにかく、逆三尊形成しそうです、これ。わかります？もう一回、矢印でいきますよ。こうでございます。ですね。上がって下がって、上がって下がって、上がって、抜け切らなくて、最高値抜け切らずに下がってきてます。ですから、このネックラインを割れたら、ガリンと下がる可能性がありますから、そうなると一気に、いいですか？初めてね、ご覧になった方はわからないと思いますね。もう一回ちょっと見てみますね、簡単に。この一番下の黒いラインっていうのは、上昇チャンネルのサポートとして、もうバチ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 って効いていたんですよ。ですから、先ほども申し上げました通り、三尊をですね、作って、1730ドル下割りすると、基本的には1000、やっぱりそうですね、1500ドルから600ドル付近まで、ガリッと一気に落ちる可能性があります。幅で言うと3、4万円ぐらいですね、一気に落ちる可能性がありますので、とにかくビットコイン頑張ってくれという形でございます。はい。まあ今夜がやっぱりね、また山場がちょっとね来そうかなと。もう最近はですよ、ね最高値をつけたと思ったらまたこう下落をしてきて、またこうね山場が来たぞってこうやっぱりトレードされてらっしゃる方って皆さんなんていうんですか、もうストレスが多分溜まってると思うんですよ。わかります、全然わかります。私なんて結構ストレスマックスですから。はい。ですけどその中でも楽しみながらね、チャートを見たり、なんでこういう根拠があるんだろうとか、あとは言ったじゃないですか。そのストレスを発散するのは、いいですか？温泉に行ったり、たまにはチャートのことを忘れて遊びに行ったり、はい、何べんも申します。公園でございますよ。はい。それとか、あとはですね、もうね、今年はやっぱり大相場来る可能性がありますから、例えば今年の年末に、いいですか？ちょっと言いますよ。
ね、コロナが収束して例えば海外旅行に行く計画を立ててみたりとかですよ。例えばね、こうあれじゃないですか、こうイオンみたいなところでこう旅行会社のパンフレットがあったりとか、ああいうのを見てみたりとかですね。あとはまあビッグなね、買い物ですと、例えば車をこうね、展示場に行ってみたりとか、そういう風にこう楽しんで、こうね、稼いだ時にどういう風にしていこうかなっていうのを夢膨らまして、また相場に入っていくと。とにかくストレスをためながらやり続けるっていうのは本当に良くないですから、判断が鈍るんですよ。わかります？判断が鈍ったら、やっぱり資金がなくなって、はい、ショートしてしまって、とにかく私みたいに長いですね、辛い時期を過ごす羽目になりますので、ぜひとも皆さんにはそんなことをですね、してほしくありません。ですから、そこら辺ね、あまりストレスをためながら、トレードはやめましょうということでございます。勝てる投資家の、また第一条件でございますね。で、これちょっとね、今、一日足見てたんですけども、やっぱりこうね、1730ドル、硬いですよ、もう私が引きました、神ラインでございます。もうわかります？これ。もう何遍も言いますよ。もうこの刺さりそうなヒゲですよ、ヒゲ。バン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 っていうね、形です。ですからもう反発は強いです。ですからやっぱり1730は硬いです。OK ですね。その代わり、さっきも申し上げました通り、三尊形成として割れてしまうと、硬いから割れると困るんですよ。すごい強いね、下落が待ってる可能性がありますので、そこだけはリスク管理としてきちんとしていきましょう。下にタッチしたら、上昇を狙って FX のロングはありです。ですけど、割れたら速攻で損切りお願いします。損失はなるべく少なめにいきましょうということでございます。はい。で、次ですね。申し訳ございません。長く楽しくなりました。IOST でございますね。IOST、ちょっと簡単に言いますね。一応ですね、朝方ここら辺で放送してたと思うんですよ。とにかく、今分割エントリーで買い集めるチャンスだよと申し上げておりました。で、先ほど、まあ、どれぐらいですかね。ちょっと1時間足落としてみましょうか。はい、そうですね。4、5時間ぐらい前ですかね。ちょっと反応がパリンとあって。これはまあ、朝方、放送で申し上げました通り、もし朝方ですね、聞いてらっしゃらない方は、まあ、ニュースの部分だけでもいいので、軽めに聞いてみてください。かなり重要なニュース入ってますから。はい。で、IOST が、いわゆるエプロンネットワークというですね、ごめんなさい、イントネーションおかしくなりましたね。エプロンネットワークという、まあ、いわゆる、まあ、仮想通貨関連の、企業と、業務提携を、パートナーシップを、戦略的パートナーシップを組んだというニュースがありました。こういうニュースで、今市場は相当反応しますから、おそらくそれも要因なのかなと。ビットコインが上がってても全然反応しなかったんですけれども、夕方ぐらいにいきなりパリンとね、上がってきたので、おそらくそういうニュースが要因なのかなというふうには感じております。あと、しつこいようで申し訳ございません。午前中の放送での IOST のところで、ニュースのところで、まあ、IOST とはね、どういったものか、まあ、いわゆるクロスチェーン、クロスチェーンですかね、の、まあ、いわゆる、まあ、代表格って言っていいんですか、まあ、代表格ではないんですけれども、一応こう、まあ、申し訳ございませんね。IOST に関する概要っていうのを今日の朝方の放送で申し上げておりますので、もし見られてらっしゃらない方は、チェックしてみた方がですね、特に持たれてる方は、いいかなと思いますので、そちら、確認してみてください。はい。とにかく、IOST に関してはもう結論言いますね。はい。これはもう前々から言っております。上がったと言っても、とにかくもじもじです。もじもじくんがずーっと続いておりますから、やっぱり5ドル付近ですよね。直近で言う高値です。まあ、高値と言っていいんですかね。ちょっと引いてみましょうか。こちらですね。やっぱり 0.051 ドルです。申し訳ございません。日本円で言うと、やっぱり 5.5 円を抜けないとどうしようもないんですよ。ですけど、いつもの始まりました。すいません。はい。今の価格が 0.044 ドル、49.9 円ぐらいなんですけど、やっぱりですね、5.5円ぐらい日本円で、を超えないとどうしようもないんですけど、この通貨、一気にそこぶち抜いてくる可能性がやっぱりありますから、前も申し上げていました通り、こういうふうなもじもじ期間が長い時はですね、本当にいきなりビヨーンとか、ズドーンって下がっていくことが多いんですよ。で、今、基調として、ズドーンの下がりはないのかなと思いますので、どっちかの可能性ってのはこっちだと思うんですよね。ですから、一気に吹き上げる可能性がありますから、とにかく、現物の買い仕込みの時期としては何遍も言いますけど、最適な場所にいますからね。もし持たれてらっしゃらない方であれば、これは購入を検討いたします。購入をですね、推奨いたします。ということでございます。はい。で、3度ですね、ちょっとここからサクサク行ってみたいと思います。はい。3度なんですけれども、やっぱり話題性が強くてですね、あとはもう、ここの、また出ましたよ。私のこちらの黒い紙ラインでございます。皆様、こちらの黒い紙ラインです。レジスタンスサポート、サポートです。もうレジサポ転換完璧に起こしておりますから、もし、今ね、握るのが怖いなと、下がってくるかもなと思う方であれば、とにかくここ、0.55 ドル。まあ、日本では取引がないのでですね、バイナンスではありますから、まあ、もし、登録されてらっしゃらない方は、まあ、しつこいように、かもしれないですけれども、概要欄に貼っておきますので、ぜひ、ご活用してみてください。0.55 ドルですね、ここら辺にタッチしてから押し目買いとして上昇を狙っていくのもありですし、今ですね、1時間足レベルで言うと、
もう一度これ長期戦を短期中期が下から上に突き上げそうなんですよ。つまりゴールデンクロスを起こしそうな形がしているんですね。ってなると、直近最高値のいわゆる 0.8 ドルぐらいですよ、ここを目指していく形がワンチャン見受けられる形がしております。まあ V 型でこう跳ね返りそうなね形がしてますので、一気にドーンという形が、あるかもしれませんということです。もしね買うのが怖い方であればおしめ買いのチャンスを待ちましょうということでございます。一応全体像ある程度、映しておきましょうか。申し訳ございません。あ、こういう形ですね。はい、こういう形でございます。もう線はね引き直させていただきました。まあ長期もね、4時間足で、あ、もし4時間足ですね、4時間足でこうねググッと上に上がってきて、このレジサポ転換したラインにもうこうタッチしそうなので、やっぱりこの3度に関しては注目度が今年はかなり高いので、とにかく購入は、早めにお勧めしておきます。一応ね、私の目測では今から4倍というのは現実的にあり得るのかなと思いますので、で何のことかわからない方であれば、おそらく3度4倍っていうサムネがあると思うんですよ。とか3度特集をしてる、3度ってサムネに書いてあるものが結構あると思うんで、そこをねニュースだけでも見ていただくのはおすすめしておりますので、ぜひともチェックしてみてください。はい、3度は以上ですね。で次行きます。チリーズ行ってみましょうか。チリーズ、はい、今日はですね結構ね注目通貨というか上がってる通貨がかなり多いんですよ。行きますね。チリーズでございます。チリーズなんですけれども、まずですねこれはどういう通貨か簡単に申しますと、スポーツ関係の覇権を握る可能性が大いにある通貨でございます。ですからプロスポーツの例えばグッズ販売であるとか、まあメジャーリーグとかですね、まあまあいわゆるプロサッカーですよ、ヨーロッパとかのああいうところでこうファンに向けての、サービスが、行えるようなコインになっております。はい、でもう見ていただけたらわかるように、いいですか、チリーズ要注目ですよ。間違いなくこれもコインチェックに上場する可能性がありますからね。それもニュースで申し上げます。はい、で今いいですね、4時間足レベルで、まあ、上昇がねここら辺なんで、上昇起点からずっとこれね、サポートされていたラインで延長線引くと、もうとにかくここが、結構強いねサポートとして機能しているのかなと。ですからとにかく昨日のですね、おそらく放送でちょうどここら辺多分いたと思うんですよ。ここら辺でございます。ここら辺ですかね。で、ツイッター、すいません、申し訳ございません。私、ツイッターもやっているので、ツイッターでは、こういう風に動画で流せないね、放送。まあ、すぐ作れないじゃないですか、こういうものって。朝と夜だけですので、ツイッターの方ではすぐ情報を流すような形にしておりますので、もう、私、ツイッターのアカウントですね、概要欄の下の方に書いてますから、そこ参照して、もし興味がある方であれば、フォローの方お願いいたします。昨日の夜あたりね、ここら辺で、入るのいいよと、おしめ買いチャンスですよって、おそらく言ってたと思うんですけども、そこでね、おしめ買いできた方は本当に、いいトレードが今できているのかなと。青いラインが、やはり2回目のサポート、そしてレジスタンスですね、聞いておりますので、とにかくこの赤いライン、まあ、いわゆるドル建てで言うと 0.61 ドルを抜けて欲しかったんですよ。それが、ちょっと1時間足落としますね。今日の、もうつい先ほどです。4時間ぐらい前に、ちょうど上抜けしたんですよ。で、見てください。はい。もう素敵なやつですね。もう私の言いますね、まあ、まだですかね。プラチナゴールデンクロスです。まだですか。もうちょっとガーンっていったらそれが発生しますかね。まだゴールデンクロスになりかけておりますので、とにかく今入りのタイミングとしてはもう間違いなくいいとこにいます。はい、いいとこにいます。なんでか、まあ例えば FX とかであれば入っていただいて、逆に言うと青いライン割れたら損切りで OK です。そして割れたら逆に言うと現物でこのラインにタッチした時に入れると、現物で入れて上を狙っていくっていう形ですね。やっぱりこういろいろスイッチしていかないといけない時もありますから OK ですね。例えば FX から例えば現物に切り替えたりとか、そういう風なスイッチも必要になる時がありますから、ここはまあ慣れてきてからね、そういう風なやり方をやっていくのがいいのかなと。小銭が稼ぎたい方であればやっぱり FX がおすすめなのかなという風に感じております。はい、次いきますね。ごめんなさい。申し訳ございません。ですから、とにかく今、チリーズに関してはいいですか？下落が一旦、こちらのサポートで、ね、下、ガリッとこう、支えられて上にガンとね、まあ、ビットコインの上昇もあると思うんですけど、ガンと上に上がってきました。そして、重要な青いラインも、わかります？大丈夫です？こちら見ていただいたらわかるように、もうずーっとレジスタンスされてたんですよ。上、抜けられないと。で、それがようやく3、4時間ぐらい前に上抜けバリッとしたので、今はとにかく FX、まあ、いわゆるロングチャンスですね。現物でもロングチャンスです。はい、現物でも。入っていただいて構いません。目標値は、とにかく前回最高値。はい。前回最高値の、0.9 ドルぐらいですか。ここら辺を基本的な目標値として、利確していってもいいのかなという形がしております。もし、もう一回ぐらいですね、いいニュースがバリンと飛び込んできたら、ここバリッと上抜けしますよ。で、これ、上場したらまだ行きますからね。まだ行きますよ、全然。OK ですね。ですから、ある程度、中長期保有。コインチェックがいつぐらいから始まるか、今日まあお伝えしますね。はい。ですからまあ、年中ぐらいまで、まあ、までの保有を目指して、購入するのはいいのかな、というふうな形がしております。はい。で、次行きますね。ちょっと今日は本当に通貨が多いので、気になるものだけ、まあ、チェックしていってみてください。あとは、タッカターって行きましょうか。クアンタムですね。Q ちゃん、なんですけれども、もうこれも私がね、昨日、ですか、今日朝方ぐらいですか、申し上げていました通り、私はもう入りました。ここでロング仕掛けております。FX の。もう上抜け、三角持ち合いでございます。これはですね、4時間足で言うと三角持ち合いになっております。それを基本的な上抜けをして、今上昇を作っているということ
ということですね。で、0.6、あ、ごめんなさい、6.5ドル付近で推移してると。やっぱりここら辺が、そうですね、いわゆる、サポートに、あ、もしかしたらレジスタンスに、なっているということで、ここを抜ければ、まあ、ここですね。申し訳ございません。ここですね。ちょっと黒いラインが多いんですけども、ここを抜ければとにかく、7.5 ドル、ないしは8ドルぐらいまでもう一回、上がっていくのかなと。ですから、前回高値、前々回高値ですね。ここですね。7.5 ドル付近を基本的には目標としていくのかなと。で、私は一応、今やっぱり三角持ちは抜けたっていうのはでかいです。そして、ビットコインの、基調も相重なりまして、基本的には 7.5 ドルから8ドル付近を目指していこうかなと。まあ、あわよくも8ドルぐらいですね。ここら辺で、一旦利確してもいいのかなというふうな感じがしています。ですから、まあ、そうですね。ここで、三角持ち合いのサポートラインが効いてくる可能性がありますので、一旦ここで押し戻されて、押し目作ってズドンという形も、ワンチャンあるかもしれません。もし私が FX を切るのであれば、時間軸的にこうね、もじもじしてきて、三角持ち合いの加減値がちょうどね、購入したラインと重なったあたりで抜ける可能性があります。そうなったら、ちょっと損切りしてもいいかなと思います。そこまでは一旦持っておこうかなと思います。はい。まあ、とにかくね、ビットコインの上昇につられて、とにかくこの 6.5、もう少しなんですけれども、6.6 ドル付近を上抜けしたら、もう一発強い上昇が待ってるのかなという形がしております。とにかく、もしね、三角抜けすぐ入れなかった方はもうちょっと待った方がいいです。ここ抵抗帯になってますから落ちてくる可能性があります。もうちょっとロング入るのは待った方がいいのかなと。入るのであればここのサポートの下限値にタッチしてから三角持ち合いのサポートでタッチしてから入っていくのはいいのかなと。割れたらすぐ損切りでっていうのが作戦としてはベストなのかなと思いますので、クアンタムに関してはですね、いいところで入れなかった方は一旦様子見でいきましょうということです。はい。そしてですね、はい、エーダコイン行ってみます。今日は本当に通貨が多いので申し訳ございません。エーダコインなんですけれども、いいですか。あちらですね、コインベースプロでの取り扱いが本日の、18日、日本時間の18日9時ですかね、に行われたということで、今からね、またこう買いが入ってくるような形もしております。そして、いいですか？今、もうこれはいいですよね、言って。もう、プラチナゴールデンクロス発生でございます。バレーンと。で、どこまで上がるのかなと。今日午前中の放送で申し上げていたのは、この間でね、うようよしていくんじゃないのかなと。で、青が、で、支えられるのか、黒で押されるのかの攻防をしてたんですよ。一時。攻防しておりました。で、ようやく上抜けをして、黒いライン。これすごく重要なラインでございます。いきますよ。こちら、ね、高値をつける前のサポートとしてめちゃくちゃ機能してたラインなんですよ。この裏タッチをしてたところで、ずーっと抑えられていたんです。今日の朝方ぐらいから。見ていただいたらわかりますよね。ずーっと抑えられて。始まりましたね。申し訳ございません。ヒゲをガーッとつけて、ようやく1時間足レベルで抜けたところでございます。1時間足レベルで。わかります？で、また逆に言うと、ここが前回ずっとサポートになっていたので、今ずっとサポートとして機能しております。OK ですね。ですから、FX で入るのであっても、基本的には話題性も強いので、現物で入るのであっても、とにかく今年いっぱいはこのエーダコイン注目コインですから、買いは全然推奨しますからね。入っていただいても、構わないのかなと。狙うべきところは、基本的にフィボナッチ、エクステンション的に言います。私が、引いた限りでは 1.7 ドルから2ドルぐらいですね。ここら辺を目標値に上に上がっていくのかなと。一旦前回最高値のこちらです、申し訳ございませんね、 1.47 ドル、ここでちょっと抵抗されるかなと思いますけれども、今ここ分かります？大丈夫です？ここの先ほど申し上げましたサポートラインが効いておりますので、この流れに乗って上に抜けていく可能性が大いにあるかなと。となるとやっぱり 1.7 から2ドルぐらいを、基本的には目指して、利確していくのが FX とかであればですね、あと現物で短期目的であれば、利確していただくのがいいのかなという形がしております。もし逃げるのであればいいですか、もし逃げるのであればこちらの青いラインですよ。やっぱり硬かったので、ここを下割れしたらちょっとねこう逃げた方がいいのかなっていう形はしております。なぜかこれ根拠があります。中期の移動平均線も、1時間足レベルです。ちょっと4時間見てみましょうか。そうですね。やっぱり逃げた方がいいかもしれないです。中期の移動平均線が、だいたいね、この青いラインの下にちょうど待ち構えているんですよ。ですから、割れるということは中期も割れるということですから、一気にこの赤いラインぐらいまで、ですから 1.15 ドル付近までガリッと下がってくる可能性があります。ガリッと。ですから、損失を減らすためにも、まあ逃げた方がいいのかなと。そして、4時間足レベルで見ていただいてもわかるように、OK です。こちらです。青いライン割れると、4時間足レベルでの短期の移動平均線がちょうど下に待ち構えてますので、ガリッと落ちてくる可能性があります。となると、この付近、やっぱり 1.1 ドルから 1.15 ドル付近まで落ちてくる可能性がありますので、割れたら結構すぐね、ある程度損切りをしていただくのを、考えるのがいいのかなと思います。ですけど、なんかちょっとね、やっぱりこう支えられて、今後上がっていきそうな形がしているのかなっていうふうな、目測はしております。で、いきますね。申し訳ございません。今日結構多いですね。マティックです。もう絶対最後まで聞いた方がいいですよ、これは。いいですよ。マティック、もう買い通貨しか言いませんから、ほぼほぼ。で、マティックはもうチャンスです。チャンスです。言います。言います。3月の24日ぐらいまで大きな動きがあるかもです。はい。あと、4、5日ぐらいですか？1週間ぐらいですか？大きな動きがあるかもです。で、今ちょうどもう言いますね。チャンスですよ。サポートラインに来てます。ですから、現物の買い仕込み、FX のロング、チャンスです。とにかく。はい。ですから、買われて前回高値の 0.55 ドル付近までは全然狙えるかなと思っております。もしかしたら、話題性で持っていったら、ここ上抜けして、7ドル、0.7 ドル付近までガリッとね、こう行く可能性があります。
そうですね。ですね、いいですか？いきますよ。こちらですね、5波目ですね。5波目が、まあ、エリオット波動的にですよ。1,2,3,4,5 波目を作りそうな形なんですよ。OK ですね。ですから、5波目が基本的に一番強い上昇になります。5波目です。もう一回いきますよ。1,2,3,4,5 波目です。エリオット波動的にと。5波目が一番強いんですよ。ですから、サポートされて上に上がったら、で、話題性も伴ってますので、一気に強い上昇が待ってる可能性があります。ですから、やっぱり 0.7 ドル付近ですね。ここら辺を目標値にして、行ってもいいのかなと。で、その、5波目の上昇を取った後は基本的に、いいですか ?ABC の調整が入りますから、5波目の天井で逃げていただいてもいいです。で、ABC の、いいですね、こういう形です。5波目で上が、申し訳ございませんね。5波目で、こうです。いきますよ。こうです。5波目で上がります。ABC っていう風に落ちてきます。ですか ?5 波目で上がります。ABC です。ですから、1回目、ABC、A の調整が入って、そこで握っちゃったんです。BC がありますから。OK、その C の時に、この、いわゆるサポートラインにタッチしてきた時はもう完全に、いいですか、サポートでの入り、もうロングビッグチャンスが到来しますから。大丈夫です。こういう風なシナリオが考えられますので、そこは、狙っていきましょうと。とにかくロングでの入り、マティックは、ちょっと惜しいですね。はい。これは、言っておきます。そして、あと、もう少しでございます。ステラ行きますね。私も頑張って喋り続けます。早、1.3 倍速で流させていただいてるんですけど、さらに早送りでも申し、分ございませんので、ぜひともね、ダラダラしてきたなと思ったら、なるべく早めで、言っていただいても構いません。行きますよ。はい。ステラです。来ました、皆さん。三角持ち合い、上抜けしました。はい。これ、今、チャンス通過でございます。上抜け始まっております。そして、ステラに関してはいいですか？もう大事なことですので、早めに言いますね。結構、三角持ち合いのこの加減値、サポートラインが、いわゆる結構近いんですよ。もしここで入っていただいても、いいですか？割れがそこまで、ね、下で待ち構えてる割れじゃないですよね。いわゆるサポートが。ですから、もし割れたらすぐ損切りすればいいです。ですから、ワンチャン今入っていただいて、もじもじして、割れたら切る。ですので、あまり損失が起きるようなレベルじゃないかもしれません。この通貨に関しては。そして、なんでここから上昇しないのか、もうわかります？ある程度慣れてきました？ここですよね。長期の移動平均線で頭完全に押さえつけられてますので、ここ上抜けしたら一気にパリンとね、行く可能性がございます。目標値としたら 0.4 ドルぐらいで、間違いございません。0.44 ドル。まあですから、1コイン、だいたい、まあ1回目おそらくここら辺では抵抗として、レジスタンスされると思います。何回かレジスタンスされておりますので、いいですか？ここです。申し訳ございませんね。こちらでございますね。申し訳ございません。こちらです。このラインですね。これはもう、2、3回ずっとですね、レジスタンスされていましたので、三角持ち合い上抜けして、ですから今のクアンタムと同じような形ですね。ここのラインを明確に上抜けしたら 0.52 ドルというのが見えてくるような形になりますので、FX としても入りは申し分ございません。短期トレードでちょっとしたね、お小遣いを稼ぎたいのであれば、購入、検討して、みてはいかがでしょうか。はい。そして今日の最後でございます。いきますよ。ちょっと長いですね。頑張ります。最後ですね。バットですね。バット。バットもとにかく私の朝の放送を聞いていただいた方だったらわかりますよね。今から2ヶ月後、2ヶ月後です。グレースケールが投資信託の、いいですか、通貨の中の、5通貨の中に、バット入れてます。バット。バット入れてますから、こっから2ヶ月間、いいですか、押し目買いのチャンスがずっと来てる状態です。ですから、一旦、今、ここ、もじもじしてるんですよ。一旦、こうね、耐えきれなくて下落してくる可能性があります。簡単に言いますね。1.02 ドルです。この 1.02 ドルというのは何か、私が引いておりました、まあ、基本的な紙ラインと言わせてもらってるんですけれども、2年半ぐらい前のこれ最高値なんですよ。ですからここで抵抗されてるんです。2年前のが今でも効いてるんですよ。とにかく。OK ですね。2年前のが抵抗として効いておりまして、おそらくアメリカ時間での、ニュースでグレースケールの反応、要するにグレースケールの投資信託の取扱い通貨の一つになってるというのが、アメリカの方で流されまして反応があって、日本の夜中あたりですか？これ1時ぐらいですよね。ストーンと上がっていったという形です。OK ですね。ですから、一旦今、もじもじしてますよね。髭を上下に上、つけてる状態ですので、こっから小回しでもう一段上っていう可能性もあります。ですけど、まあ、ありそうっちゃありそうですね。短期の移動平均線がですね、今サポートとして効きそうになってるんですよ、これ。OK ですね。わかります？ 4 時間足レベルで。短期の移動平均線がサポートとして効いてきたらもう一段、ちょっと押し目を作って上にガンって上がってくる可能性があります。OK ですね。ですから、ちょっとね、入りのタイミングとしては、意外といい場所にいるのかなと。ちょっとトレンド引いてますね。こういう形ですね。はいはい。押し目買いのポイント、もう今、結構確定しましたね。ちょっとずらします。はい、申し訳ございません。このラインタッチしてきた時に入っていただくのはいいのかなと思っております。今、小回しつけてるので、
一回落ちてきて、これです。OK ですね。シナリオとしてはこれです。で、目標値、バットに関しては、2ドルですね。2ドルを目標値にしていくのがいいのかなという形がしております。ですからもうとにかく今日扱った通貨、申し訳ございません。チャート分析ね、長かったです。初めて聞かれた方は、こいつマジ長えなと思ったかもしれませんけど、とにかく、一回の放送で皆さんにとにかく損してほしくはないです。チャンスは拾ってほしいと思ってますので、私一生懸命喋り続けます。ですから、今日チャート分析ね、した通貨結構多かったんですけれども、チェックしてみてください。はい。で、次いきますね。長くなりまして申し訳ございません。ニュース、パパパッといきます。重要なニュースがあります。はい。まずですね、いきますよ。こちらでございます。はい。かなり大きいニュースが入ってます。まず一つ目。はい。いきますよ。マティックです。なんで重要か。こちら言いますね。ブロックチェーンゲーム。あとは NFT サービスの開発を行う、クリプトゲームスの、まあ、いわゆる会社がですね。いいですか？ NFT スタジオというものを作りました。これは何かって言いますと、イラスト作品を NFT アートとしてブロックチェーン上に発行できるという、こういうスタジオでございます。ですから、まあ、いわゆるこう、イラストとかね、ああいうものを作ってらっしゃる方、結構こういうね、ところに、スタジオに載して、まあ、要するに売り買いができるよというところですよ。で、これが3月の22日にリリース予定なんです。OK です。ここまで大丈夫ですね。そして、この中で、いいですか？ガス代の対策として、マティックが使われます。ですから、私先ほど申し上げました、マティックは、買いの場所にあるよとお示し作っております。いいのは、いい通貨で、あるのかなっていう風な予測はしております。はい、申し訳ございません。次行きますね。タカタっていきます。はい、次です。コインチェック系の話でございます。行きまーす。はい。コインチェックがですね、日本初の NFT マーケットプレイスを、いいですか、提供します。来ましたよ、皆さん。とうとうコインチェックが NFT に乗り出します。3月24日からベータ版開始です。テスト開始でございます。いいですか ?OK ですね。で、これどういう流れかと言いますと、上から下に流しますね。タカターといきます。コインチェックの、口座があれば、いいですか、NFT の出品、購入、保管が可能ですよ、と。で、出品、購入にかかる、ネットワーク手数料はタダです、と。OK です。で、まあ、いわゆるですね、最後の方、こちらですね、見ていただいてわかります。コインチェックでは今後、ここからです。ゲーム分野、アート、アニメ、漫画、音楽、こういったものの分野の NFT の取り扱いにも注力していきますよ、ということですね。ですから、で、さらに、NFT による新たなエコシステムの創出を目指そうとしていると。ですから、いいですか？いろんな分野で NFT を扱っていこうとしてるんですよ。OK です。ですから、各分野、ここの分野に載っているところに、こうね、特化した、コインです。これが今後ちょっと注目される可能性がありますので、OK ですね。私も独自に調べます。それが分かり次第ある程度ね、全然注目されてない草コインとかもあるかもしれませんので、そこら辺はちょこちょこ上げていこうかなというふうに感じております。とにかくコインチェック3月24日 NFT 始まりますから、NFT というね、関連のものに関しては上がる可能性があります。そして3度ですよ。いいですか皆さん。3度の話題がもうそろそろ出てくる可能性がありますから、買い集めのポイントとしては最高でございます。はい。そして今日の最後、行ってみたいと思います。めちゃくちゃでかいのが来ました。仮想通貨業界全体に関わる大きなものが来ましたよ、皆さん。いきますよ。すごくでかいです。さっきお伝えした2つよりもでかいかもしれません。いきます。はい。SEC が、これなんていうんですか、バンエックですかね。バンエックの、上場投資信託、いわゆる、もうずっと話題になっております、ETF の申請を承認いたしました。いいですか？ ETF の承認、申請を承認です。まだ完全承認じゃないです。申請を承認されたんですね。それ何がすごいのってね。いやいや、申請だろみたいな。って思うかもしれませんけど。すごい苦労してるんですよ。3、4年前何個か申請承認されたんですけど、もう全部弾かれてますから。で、いきますね。どういう流れか。これによって、いいですか？ 45 日間の審査期間が今から始まります。はい。おそらく今年入った方は、多分初めて聞かれると思います。流れ。3、4年ぐらい前にいた方であれば、ああ、だったなーって思い出すと思います。OK ですね。45日間の審査期間が始まります。ですから、1ヶ月半です。で、こっからなんですよ。じゃあ、1ヶ月半で決着するのか違うんですよ。こっからなんです。この45日間で、SEC はですね、この申請を承認するか拒否をするかで、いいですか、拒否をするか、そしてここからです。重要なのがちょっとこう英語で載ってるんですけれども、延長できるんですよ。または延長できるんです。で、この延長期間が240日なんですよ。ですから今から最長、いわゆる半年です。めっちゃ重要なニュースです、これ。今から最長半年ですから、9月10月あたりに、いいですか、もう完全に承認されるのか拒否されるのか決まります。延長は240日間可能ですから、OK です。ですから、9月、10月あたりにもし早ければ、ですよ、ビッグニュースが、もう仮想通貨の中における超ビッグニュースが出てくる可能性があります。OK です。ですから、とにかく今年は大相場が始まる。はい。秋口ぐらいから年末にかけて、もう大いに可能性はあるです。もう承認されたら、おそらくフェスティバル中のフェスティバルが始まると思います。これは、やばいことになると思います。やっぱりアメリカですから、いいですか？で、いきますよ。
とにかく今これ今年に入って SEC がですね申請を承認した、場合ですね、アメリカで承認された最初の ETF となるよと。で、今までですねちょっと申し訳ございません、もうちょっと続きます。 SEC がじゃあなんで拒否していたのかと、この理由があるんですよ。今まで SEC が拒否していた理由はですねこういうことです。ビットコインの取引高不足、まあだから少なかったってことです、取引が。そしてあとは操作を懸念した価格操作ですね。そしてさらにここです、申請者がいわゆる、取引所がですね詐欺や不正操作の、まあ、いわゆる慣行を防ぐことが、できることを実証していないと。だからあの ETF の申請をしているのはいいけど、その取引所が不正操作とか、そういったものを防ぐことができるかっていうことを明らかにしてないと、実証していないから、そういうところが懸念で、まあ、だから要するに不安材料が多すぎるので今までバーンと弾かれてたんですよ。 OK です。これが弾かれた拒否された理由です。大丈夫ですか。ですから今から半年間の間に機関投資家がさらに入ってきてですね、これ最後ですね、入ってきて価格もかなりね安定してきたですか。で操作ももう問題ないように実証されてきたとなれば、もう今年の9月10月ぐらいはフェスティバルが、とにかくサブロー相場、北島三郎相場が始まる可能性がございます。ということで今日はめちゃくちゃ長かったですね。皆さん申し訳ございません。もう伝えたいことチャート分析たくさんありました。私もとにかく喋り続けました。頑張りました。いきますよ。チャンネル登録者の方がなんとありがとうございます。皆様310名でございます。この放送を開始して今310名の方が登録していただきました。はい、本当に本当にありがとうございます。約1ヶ月間ですね、で300名の方が登録していただきました。とにかく今月の目標500名いきます。来月1000名突破したいと思いますので、ぜひとも皆様、高評価ですね、あとは、バットボタンでも構いません。はい、そしてコメント何かあればコメントですね、こちらどんどんください。あの返信はきちんとさせていただきます。取り扱ってほしい通貨とかもあればですね、コメントしてください。そして、あとはですね、なんといっても、チャンネル登録者の方ですね。こちら、初めて聞かれた方は、もう本当に何べんも申し上げます。もう親指、もしくは人差し指の筋肉をですね、チャンネル登録というところにポチッと本当に押していただければ、もう私、もう救われます。はい、救われますので、ぜひともよろしくお願いいたします。応援のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは長くなって申し訳ございませんでした。本日、3月18日のですね、第2部の放送を、これで終わらさせていただきたいと思います。明日は花金、みんなで楽しむ。はい、明日ですね、花金でございますよ、皆様。週末にかけて、ね、明日、飲みに行かれるもよしでございます。家族とね、ゆっくり過ごしていただくのもよし。まあ、土曜日までね、お仕事がある方であれば、あともう少しで終わりますから、日曜日、ね、もしくは、土曜日休みであれば温泉に行ったり、先ほど私が申し上げましたね、あのウィンドウショッピングに行って、稼いだら何買おうかな、車を見に行ったり、はたまた家を見に行ったり、これもありですよ皆さん。今年はいろんなことがね、仮想通貨業界で起こりますので、絶対に退場はやめます。変なところで入らない、利確損切りはきちんとする、利確は正義です。利確の方が難しいですからね、いいですか。利確はちゃんとしていきましょう。そして資金ゲットで家が購入できるかもしれませんよ。はい、そういうことで本日第2部の放送を終了させていただきましょう。いい形で締めれましたでしょうか。はい、それでは、睡眠のねお供にでも聞いていただければと思います。それでは明日のね第1部の放送まで楽しみにお待ちください。おやすみなさい。では